有名な神社だと小僧って人が鳥居をくぐる、まるでまるで当然みたいに、でもねでもねなんか違和感、違う違うよく考えて、日本の神じゃない、誰も言わないけど豊川稲荷とは、そう選んだね稲荷とは呼んじゃってもさ、でもそうじゃない本当の名は抱き似て、主役ですっていうの赤いのぼりが立つよ、そちらは本で事務所の上2階、ちゃんと本当がある、知られてない狐それにまたがっている、それでそれでもう違う違うよく考えて、日本の神じゃない福山明言寺豊川稲荷とは、さらにここでは抱きに進展、狐ってだけ